駅の出入り口や構内に設置されていたサイン、大阪市営地下鉄は、大阪市交通局が運営していた地下鉄、2018年3月31日付で運営を終了し、翌4月1日より、大阪市高速電気軌道へ事業を譲渡した。都市計画学者の菅一代七代大阪市長が、大阪市高速度交通機関計画を策定し、日本初の公営地下鉄として、 1933年に、御堂筋線の梅田新斎橋館が開業したのが、始まりである。2018年4月1日、大阪市交通局による運営から、大阪市が全額出資する新会社となる、大阪市高速電気機動株式会社による運営へ、移管された。大阪市高速電気機動への譲渡直前で、8路線が営業中で、この花区、 西淀川区を除く大阪市二十二区と森口市、吹田市、東大阪市、堺市北区、八尾市、門真市に路線を持っていた。民営、第三セクターを含めても東京地下鉄に次ぐ規模で、公営地下鉄としては、日本最大であった。霊域上の正式な故障は、大阪市高速鉄道であり、また、同市の地下鉄は、都市計画道路と一体的に整備するという、市政方針上、 全線が軌道法による軌道線区として建設、経営され、線区については高速電気軌道第5線の故障を冷気器上用いていた。大阪市の大阪市交通事業の設置等に関する、大阪市営地下鉄の廃止直前で営業していた8路線は、すべて機関に標準機を採用したが、電化方式は、堺筋線、長堀鶴見緑地線、 今里筋線が架空電車線方式、他の五路線が第三機上方式を採用した。長堀鶴見緑地線、今里筋線は鉄輪式リニアモーターである。御堂筋線、中央線、境筋線は、それぞれ北大阪急行電鉄、近畿日本鉄道、阪急電鉄と、相互直通運転を行っていた。地下鉄、ニュートラム広域路線図旅客案内場は、 ひらがな表示が多用されている江坂駅から北大阪急行電鉄南北線の千里中央駅まで直通運転。コスモスクエア駅大阪港駅間は大阪市交通局が第2種鉄道事業者大阪港、トランスポートシステムが第3種鉄道事業者長田駅から近鉄京阪な線の学研なら富川岡駅まで直通運転。 天神橋筋六丁目駅から阪急京都本線の高槻市駅及び阪急千里線の北千里駅まで直通運転。上表の色欄で示したラインカラーは大阪市営地下鉄の路線図などで使われていた。この大阪市営地下鉄のラインカラーは1975年に導入されたが、色分けには以下のようにある程度意味付けされているとされている。ただ、 公式に由来が決まっているのは、長堀鶴見緑地線以降の路線だけで、色分けの根拠についての正式な資料が残っているわけではなく、あくまでも推測であり、それが、いつしか交換で定着したものである。下表の計画のうち、千日前線、長堀鶴見緑地線、今里筋線、四地町基地線は、大阪市交通事業の設置等に関する条例に定められていた。 4つ橋線の計画は、国土交通省や大阪市、阪急電鉄が中心となって、都市鉄道通り便増進法に基づく、速達性向上計画として整備することが、検討されているもので、阪急神戸本線との相互直通運転を行う構想があった、今里筋線の今里湯座と六丁目間、 および長堀鶴見緑地線の対象駅から対象鶴つ町方面間の延伸については2004年10月の近畿地方交通審議会答申第8号に盛り込まれたことを受け大阪市交通局はこのうち今里筋線の今里湯里六丁目間の延伸を次期整備路線としていたまた営業路線ではないが森の宮検車場の機能を緑木検車場に統合するため 中央線と四つ橋線との連絡線を2014年に本町駅西側に新設した営業路線の延伸新規路線2004年7月1日に南港ポートタウン線とともに駅番号が導入されその後駅番号は車内の英語放送などで使われるようになった駅番号は路線名の読みの頭文字から取ったアルファベットの記号と 起点駅を11として終点に向かって順番に付けられた2桁の数字の組み合わせになっている。記号は千日前線が S なので坂井筋線は2文字目から取って K とし、また長堀鶴見緑地線が N なので南港ポートタウン線はポートタウンの頭文字から取って P とした。数字が11から始まっているのは将来の延伸に備えたためであるのと、 駅番号を採用した乗り入れ路線と連番にするためである。大阪港、トランスポートシステムから路線を移常された中央線、南港ポートダウン線のコスモスクエア駅、南港ポートダウン線のトレードセンター前駅と、御堂筋線に直通する北大阪急行線の各駅は10以下の数字が使用されている。大阪市営地下鉄の料金制度は以下の通りであった。大阪市交通局では、 運賃を原則として、乗車料金と言い換えていた。交通局廃止時点の料金制度は、大阪メトロの運賃制度に引き継がれ、同時に関連会社の大阪シティバスと共に、他の民間事業者と同様に、運賃と称するようになった、大人普通料金。2017年4月1日改定、乗車料金は、駅間の最大経路のキロほどを求め、その属する区数で算出する。 御堂筋線、中央線、南港ポートタウン線では営業キロがそのままキロほどとなるが、その他の路線では区間により営業キロに所定の縮減、または加算を行ったキロほどが定められた。西梅田梅田東梅田の間での乗車の際でも乗車扱いになり一区の料金となる。また、同一日に地下鉄と市バスを乗り継ぐ際にすると関西カード、レインボーカード、 回数カード、IC カード乗車券を利用すると、合計料金から100円はリビックとした。以前は、現金でも地下鉄、バス乗り継ぎ割引が利用できたが、2014年4月1日からは、カード乗車券限定となった。なお、2017年4月1日からアイコカ及び、アイコカ定期券を導入した。バスから地下鉄への乗り継ぎ方法については、大阪市営バス乗降方式、 普通旅客運賃を三照区数別の乗車人員と割合は下表の通りである。全乗客のうち9割以上が3区までの利用となっている。大阪市営地下鉄では定期券を使用する乗客が指定経路外を乗車する場合、経路外の駅で途中下車をすることがなければ指定経路外を迂回乗車することを可能とした。ただし乗り換えは原則として2回までで、 私鉄連絡の迂回定期は発行できない。このほか御堂筋線の混雑緩和のため、梅田、二梅田、淀屋橋、肥後橋及び震災橋、四つ橋を発着、または経由となる定期券については、県面表示に関わらず、御堂筋線、四つ橋線それぞれの対応駅で乗車、降車ができるとした。2010年に、 福岡市地下鉄と同様に一駅区間の料金を100円とする構想が当時の大阪市長平松国夫より発表された市民サービスの工場や駅周辺の違法駐輪の解消につなげることが狙いで具体的な導入路線などは今後検討するとしていたが2011年に市長が交代したためこの構想は消滅したものの後継となった橋本徹は口述する 地下鉄の民営化を視野に一区料金を180円に引き下げる考えを示し、2014年4月1日の消費税の8%への増税に伴う料金改定に合わせて一区料金の値下げを実施した。市長がさらに吉村博文に交代した後の2017年4月1日から一区料金との料金差が大きい肉料金が240円から230円に 引き下げられた。大阪市交通局企画乗車券。カードも参照援助エコカード。大阪市営の地下鉄。ニュートラムバスが1日乗り放題。大人800円。小に3 0 0円。2011年10月に、それまでの共通1日乗車券と、ノーマイカーフリーチケットを整理統合して発売が開始された。回数カード区数別のカード式回数券を呼び、 バス回数券カードを整理して発売を開始した地下鉄ニュートラムバス全線で利用でき有効期限もない。またバスとの乗り継ぎ割引機も適用される大人3000円、小2000円。なお他社線へ直接乗り継ぐ場合は原則として接続駅までの乗車券に引き換える必要がある。二千十四年三月十一日までは一区特別回数券。 も発売していた。こちらは大人専用であり、2000円で12回分乗車可能であった。有効期限は発売日から3ヶ月後の末日まで、肉以上に乗り越した場合でも、差額の乗車料金のみを支払うことで出場できたため、有効期限内に使い切れるのであれば、肉以上でもこの回数券で乗り越してすると関西カードで生産した方が割安だった。身体障害者。 知的障害者向けの一区特別回数券も駅長室で販売されていた。なお、回数カード登場以前に発売されていた一区回数券はバスにも乗車できたが、この一区特別回数券はバスでは使用できなかった。関西圏の鉄道事業者は車両メーカーを一社に絞って発注することが多いが、大阪市営地下鉄は公営事業者としての立場から入札制を維持し、 1990年代以前は主要6社すべてに発注したことがある。ただし、1990年代の車両でも66、経営は近畿車両、川崎重工業に集中して発注されているほか、2000年代以降の車両は近畿車両と川崎重工業に製造が集約されている。新車置き換えのタイミングなどから短期間で廃車される車両も多かったが、 2 0系登場以後は、車体更新工事を推進させる傾向になった、軽量車体や電気指令式ブレーキ、VVVF インバータ制御といった先進技術を積極的に導入しており、その採用は同時期の大手施設よりも早いことが多い。2013年9月に3 0系が運用を終了したことに伴い、関西の大手施設5社より早く、 省エネルギー車両率の100%を達成した。また、すべての営業用車両にネットマン装置が取り付けられた。起動加速度は、未動筋線、中央線、千日前線が時速 3.0km、S である以外、時速 2.5km、S と日本の地下鉄では低い部類である。乗務員室の扉の窓は取っ手を引くことにより窓が落ち、全開できる。 また、ストッパーを使用することで、半回転が可能である。運転台は、B1P4 の4段階のノッチ、ブレーキは、B2B7EB、e、の7段階となっている。B1 はそもそも即ブレーキであり、装備車に限り有効にされている。境数次線は、半球車と統一するため、運転台は、B1P5 の5段階のノッチ、ブレーキは、B1B6EB、e、の12段階となっている。 信号無視や速度制限を時速 1km でも超過すると保安装置による常用最大ブレーキが自動的に作動し制限速度以下に減速する以下で突起ないものは第三機乗方式路線用これらは大阪市高速電気軌道に継承された同規格で作られているため局内の第三機上線であれば他路線への乗り入れも可能車両面における 大阪市の特徴としては、前述した初期に開業している第三機場使用路線が、いずれもほぼ同じ規格で作られていることが挙げられる。一般に、日本の地下鉄では新路線を建設するたび、新技術の投入、または他社線との相互乗り入れのため規格の見直しが行われることが多く、異なる路線では車両の融通が効かないことも多い。しかし、大阪市では、 境筋線まで既存の郊外鉄道への直通を置きとした構造の路線が建設されなかったため、市営第三機上線はほぼ全線同一の規格となった。車内信号を使用する千日前線や、後に他車線と直通することになった中央線、過密運転を強いられる未動筋線では、路線別に使用の個別化が若干必要とされるが、 機関や車両サイズなどの基本寸法は同じとしている。6000系、6100型や10系や3万系など一部路線でしか使用歴のない形式もあれば、50系や30系や新20系のように第3機乗線の全線で使用された形式も存在する。以前の大阪市では異なる第3機乗線でも同じ外観、車体色の車両が使用されていたが、 前述のラインカラーの明確化に伴い、1975年より基本的な塗り分けパターンは同じだが、正面や側面創下などのラインカラー部だけ色を変える新塗装が施された。これにより、ラインカラーによる識別性は、他都市の地下鉄と同程度に向上した。2015年までは、第3機上線は未動筋線と4つ発線。 内市谷町線と中央線と千日前線といった、それぞれのグループで線路がつながっており、両グループにまたがって、車両の転属をする場合はトレーラーによる陸走が必要であったが、2015年春に本町駅構内に、後術の四つ橋線と中央線を結ぶ連絡線が完成したため、トレーラー輸送は解消された。1960年代以降、 特に7 0 0 0 8 0 0型や30系を製造していた高度経済成長の時期には新規区間開業や輸送力増強が相次ぎ、編成外も伴う転属が頻繁に行われてきた。その中では新型車を未動筋線に投入し、余剰車を別路線に投入することが行われていた。しかし、第三機上線の大半が新二十系で占められてからは、 多少の転属は発生しているものの、ほとんどの車両が当初配属された、特定の一路線で使用され続けているため、以前ほどの頻繁な転属は行われなくなり、他都市の地下鉄に近い状況となった。そのため、比較的車齢の高い重計が、未動筋線から転属することなく運用され続ける。一方で、四つ橋線と千日前線は、新二重計で統一されているという状況も、 見られるようになっている。列車検査や全般検査などを行う施設として、御堂筋線、四つ橋線には、緑木車両工場が、谷町線、中央線、千日前線には、森の宮車両工場があった。そのうち、森の宮車両工場については、築40年を超え老朽化しており、耐震構造などにも問題があるため建て替えの必要が生じたものの、検査場や、 保守基地などが、同市基地内に混在し、建て替えが困難であるため、森の宮の車両工場の機能を、緑木車両工場に統合し、車両工場部門の効率化を図ることになった。そのため、四ツ橋線本町四ツ橋間と中央線、本町淡座間を結ぶ、連絡線を2015年1月に新設した。なお、車両工場に、隣接の森の宮県車場については廃止せずに、 存続しており、車両工場廃止後に、同県車場で新20系のリニューアル改造が実施されている。緑木車両工場への統合後初めて開催された2015年の大阪市営交通フェスティバルでは、第3機場方式の車両の検査をすべて当初で行うようになったことから、新20系の全タイプを並べるという演出がなされた。大阪市営地下鉄は、 2005年度に44年ぶりに実質的な黒字決算となって以来、毎年黒字経営が続いており、2009年度も約289億円の黒字を確保、累積決算金も残り約52億円となっていた。2011年6月10日に公表された2010年度の大阪市交通局の決算見通しによると、累積決算金は移送され、 約186億円の余剰金が計上された。全国9都市にある公営地下鉄のうち黒字化したのは当地下鉄が初である。長らく続いた未動筋線の黒字げた路線の赤字を補うという不健全な収支状況も近年には改善され、谷町線を皮切りに2007年度からは中央線が2008年度からは 堺筋線が2013年度からは4つ橋線が黒字転換を果たした。2009年度決算ではこれら以外の路線についても全線で赤字幅が縮小した。2006年5月8日に関西経済同友会は大阪市営地下鉄と市営バス事業の民営化を提言した。これを受けて当時の大阪市長関淳一は交通局の経営形態について 完全民営化も選択肢に含めた検討を進める方針であった。しかし、2007年11月18日に行われた市長選挙において席が落選。公認の平松邦夫は交通局の経営形態について当面現行の地方公営企業のままとし、任期中に住民投票条例を制定した上で民営化の是非を図ると表明していた。二千十年八月に 大阪市は市営地下鉄の運営部門を上下分離方式により民営化させる政策を打ち出した。これは線路などの設備は市が保有するが列車の運行に関する部門は新たに設立する新会社が担うというものであった。2011年に大阪市長に就任した橋本徹は運営部門を分離せず上下一体での民営化を2015年度までに 行う方針を発表した。その後民営化関連の議案は、市議会で否決される状態が続いたが、芝生部門が2016年に赤字に転落したことで、流れが変わり、2017年の市議会に地下鉄の事業廃止議案が提出され、同年3月28日の市議会本会議で、大阪維新の会、自由民主党、公明党などの賛成多数で可決されたため、 2018年4月より、大阪市交通局による運営から、市が全額出資する新会社、大阪市高速電気軌道株式会社による運営に移行することになった。大阪市高速電気軌道株式会社は2017年6月1日に準備会社として設立されるが、事業開始後も社名は、大阪市高速電気軌道のままとなる。これについて、吉村博文大阪市長は、 法律的にはこの社名にする必要があると会見で発言している。法的には、ほとんどの区間が軌道であるため、新会社の本業は、軌道経営者になる、大手施設に匹敵する規模ではあるが、2018年12月には、運営者年度の位置づけは順、準大手施設すら届かず、中小施設であることが明らかとなった。大手施設16社は全て鉄道事業法に基づいた、 鉄道会社であるが、大手手鉄概念が成立した1950年代には、阪神電気鉄道、京阪電気鉄道、京阪神急行電鉄など、主要な路線が、軌道法によって特許されていた例も存在した。民営化の詳細は、大阪市交通局のが外道説を参照のこと、2013年3月23日、全線でダイヤ改正を行い境筋線以外の各線で、 最終電車の発車時刻が、それまでに比べて、最大30分遅くなった。さらに、同年12月21日、堺筋線でも終電が最大42分遅くなった。これは、地下鉄は、私鉄と比べて終電が早いため、郊外から大阪市中心部へ、地下鉄で、通勤通学する利用者が不便であるという意見を受けて決定した、地下鉄改革の一端である。 終電延長は1991年以来22年ぶりであった。過去にも私鉄や JR より終電時間が早いと改善を求める指摘はあったが、保守点検時間の確保やシニや手当を午前0時以降の勤務者に対して支給する必要のあることなどの問題があり、進まなかった。ところが、橋本が交通局長に任命した元京福電鉄副社長の藤本正信が、 民営化への第一歩として終電延長に強い意欲を見せ、議論が再燃し、その結果、これまでは車庫に戻るだけだった、回送列車に客を乗せて、最寄り駅まで運ぶ方法で延長が実現した、特定日における上降人員は、ウランの上降人員と比較して、像を表す。1976年4月10日から、車内放送は車掌による肉声から、 あらかじめ録音した音声による自動放送へと切り替えた。当初は8トラックのカートリッジテープに録音したものを乗務員室にある再生機器で再生していたが、現在は IC で録音したものを使用しており、再生機器もそれに対応したものに取り替えられている。自動放送の開始とともに、広告放送や啓発などの放送も行っており、月1回程度の頻度で新規に録音して更新している。 1992年8月1日から各駅発車時における車内自動放送にて英語のアナウンスが追加されている。このほか、御堂筋線や四つ橋線、堺筋線などの駅ホームで北方向行き列車到着時の日本語アナウンスを担当しているのは有田博之で逆の南方向行き列車到着時の日本語アナウンスを担当しているのは梅野真由美である。このように 行き先によって男女の声を使い分けることで列車の到着を分かりやすいようにしている。また、ほぼすべての駅で流れる啓発放送のアナウンスを担当しているのは片岡和江。乗務員の名札に記されている職名は運転士、車掌ではなく、それぞれ高速運転士、高速車掌である。また一部の乗務員に指導高速運転士、指導高速車掌がおり。 その場合は、名札だけでなく、腕章をつけて乗務している。駅到着時と出発時、警的水名標識地点通過時に、必ず警的を鳴らすことが義務付けられている。大阪市営地下鉄売店、サブスタ、画像は、本町駅四つ橋線一番線ホーム、後ファミリーマートに転換、さらに2017年時点では、ローソンとなっている。 全駅に接近放送や発車メロディーを導入している。駅や路線の設備能力面で車両編成の長大化に備えてホームの有効長を長めに設計している。将来の昇圧を考慮した電気設備の設定将来の改札増設を見越したホーム設計2010年をめどに全ての駅でエレベーターの設置などによるワンルートの確保を目指したり、 多機能トイレの設置を進めるなどバリアフリーが進んでいると言える。またトイレは実感できるサービスアップの一環として2012年度より淡座駅を皮切りに各駅でリニューアルする工事を実施している。一方、ホームドアの導入についてはニュートラム今里筋線は開業時から設置されている。既存両線では長堀鶴見緑地線が2010年に 千日前線が2014年度に全駅で導入され、今後は、御堂筋線が2014年度の新西橋駅、天王寺駅を皮切りに2019年度に導入を計画している。また御堂筋線、中央線を皮切りに改良工事が完了した駅から、随時ユニバーサルデザインのピクトグラム仕様の案内表示に更新を行っている。駅の売店はほぼ全駅に設置されていたが、 2012年に外郭団体の解散により全駅で閉店。それ以後は2012年に乗降者数の少ない一部の駅を除いてファミリーマートポプラローソンが随時出店している。また御堂筋線で乗降者数の多い天王寺駅、南馬駅、梅田駅の3駅には駅中施設、駅もがある。各駅の自動改札機は東芝製である。駅の発車標は御堂筋線。 谷町線、四津橋線、長堀鶴見緑地線、境筋線は LED 式が使われ、中央線、千日前線、今里筋線は LCD モニター式が使われている。駅によっては列車がホームに進入する前、地上線と地下線の境界付近で踏切の警報音が明動するが、地下鉄では全線で踏切は存在しない。 これは保守員などが運行中の軌道内に立ち入る場合があるからである。警報音の装置は主に見通しの悪いカーブ付近に設置されている多くの駅で独自のキャラクターが設けられ、駅キャラと呼ばれた案内板などに存在したが、これは駅員の CS 活動の一環で駅員によるデザインが大半、民営化に伴って一斉に消滅した。新鮮開業時の通常の営業は一般的には 始発時刻から行われるが、大阪市営地下鉄では、正午から営業する習慣がある。1990年代前半までは、関西の他社でも実施されていたが、それより後では、大阪市営地下鉄のみの実施となっている。1960年代まで、梅田駅など主要駅の改札口周辺では、俗に、立チンぼと呼ばれる、かっぽき姿の年配の女性たちが、 回数券を1枚ずつ切り取り、乗客にバラ売りしていた。当時の回数券は、現在のような回数カードではなく同じ額面の乗車券を11枚綴りにした紙製の冊子で、価格は額面の10回分の価格であったため、額面通りの価格で一冊11枚をすべて売ると1回分の、運賃が女性たちの収入となっていた。キップを買う際、 窓口や券売機の前で並ぶ手間が省けることから利用客は多かったようで最大で200名くらい見られた模様。ただ、これらの行為はダフや行為にあたり迷惑防止条例違反であることもあり、大阪市が万博開幕を前にそれら立売人の女性たちを一斉に締め出したことで1970年代に入るとそれら女性たちの姿は見られなくなった。また、立売人対策、 駅業無自動化などの理由で1968年12月17日発売分から回数券が使用前切り離し無効になった。立売人は消えたが回数券のバラ売り自体はその後回数券がカード化されるまで金券ショップで多く見かけられた。大阪市営地下鉄に関して以下の楽曲が作られた。ありがとうございます。